11番、前田道博議員南国市まちひと仕事、創生総合戦略の進捗に関する質問に入る前に、少し振り返りをさせていただきたいと思います。地方創生の 核決定がされたのは2014年12月27日の年末でございました翌年の2015年はどんな年であったか改めて思い出しますと戦後すぐに生まれたいわゆる団塊の世代の方々が65歳以上の前期高齢者の枠に入り団塊ジュニア世代が40歳代に入った年ですつまりこの先第3次ベビーブームは起こらないということが決定的になった年でございました そこからまさに国内では生き残りをかけた自治体間競争が本格的に始まりました。実際にこのまちひと仕事創生総合戦略ではやる気のある地域事業に対しての予算配分でございました。この六月議会前に企画課から配布されました平成二十九年度 kpi 進捗事業評価及び。平成三十年度方針シートをもとに質問を行います。質問に入る前にもう一つ触れておきたいことがございます。 それは最近よく考えることでありますが平成の合併を南国市がしていたら前副市長の暴走は止められていたのではないかということです実際に高知新聞の事件に関する記事1月30日付の主局発ニュース深掘りとして県内の他の市町村や建設業者にも取材をして高知新聞取材班としてまとめられたものがありましたが その中で取材を受けた南国市以外のほぼ全ての市町村担当者は「昔はともかくありえない」と見積もりまとめを否定されております。さらに「うちは昔口頭で業者を指名した事例があったらしいが異なる役所文化を統合する際に厳しい規則で統一した歴史がある。南国市は点々点。さらにこの合併については取材を受けた建設会社幹部も 平成のの大合併の影響があったと取材に答えられております今回、前副市長の件を問いただす質問はいたしませんが、平成の合併をしていたら、今進んでいる大篠小学校の増築はしていたでしょうか、多分他の地区の小学校統廃合が予測される中で、校区を変えるなどの生徒の平準化が図られていたと思います。また 音楽的なコンサーートホールを持った箱物は計画されたでしょうか多分それも大篠公民館を改築しても他の地区ですでに改築建設済みの施設を利用していたこととなっていたと思いますそれらは容易に判断できます財政課長をやられていた市長にお聞きしたいところでありますがあくまでも家庭の質問ですので今回はやめておきますしかしこれから人口減少は急速に進んでいきます まさに下り坂を下りていく南国市の中で、常に合併をしていたらどうであったかという視点は、地方創生においても大切であると思います。それでは質問に入ります。合計特殊出生率でありますが、これは先ほどの高木議員の質問にもありましたので、簡単に行います。先ほどの高木議員の答弁の中で、企画課長から合計特殊出生率の近年の平均値は1.52であったと報告されました。 この数字について近隣市、高知市、上市、湖南市との比較の見解をお伺いいたします木画課長同じく2016年の近隣市の状況といたしまして高知市の数字につきましては1.49湖南市につきましては1.57 上市につきましては、1.2 5という数字になっております前田議員。若い移住者を増やしていく件で、少しお願いをしておきたいのですが、昨日の13日、高知市で移住促進アドバイザー会議が行われ、私ども総務常任委員会の視察の最終日に伺いました、NPO 法人ふるさと回帰支援センターの方がお話をされたようです。 私どもも理事長から直接伺いましたが、20代から30代の移住相談が急増しているということですので、南国市としてさまざまなチャンネルを使って、移住者の受け入れにも力を入れ、それを特殊出生率の向上につなげていただきたいと思いますそのののためめにもこれから述べる地方創生総合戦略の項目ごとの取りり組みを力強くく進めていく必要があります。 さてこれから具体的な項目とそれぞれの KPI キーポイントインジケーターについて伺いますいつも質問の中で横文字カタカナばかりだとお叱りを受けますが KPI というふうにそうなっておりますのでお許しを願いたいと思います日本語では重要業績評価指標と訳されているそうですまず特産品の育成支援ですここでは司法畜など地域農産物の付加価値を高め 特産品作りを推進することにより農業所得を向上させる目的があるとされておりますまず質問です空の駅推進協議会は解散になったと思いますがその後結局何もしないのでしょうか3月議会で執行部から提案された企画のブラッシュアップはされていないのでしょうかお答えください企画課長 南国空の駅推進協議会につきましては、南国マホラにつきましては、3月20日をもって閉店をいたしました。また、協議会の事業として、使用地区をはじめるとします商品につきましては、まあ、残したいという思いで、また自立経営に。 についての検討を行っておりましたけれども、その見通しも立てれないということで、3月23日の協議会の総会において、5月の定例総会において解散することを決定したという次第でございます。4月からは、協議会の事業の生産としまして、在庫商品の販売であるとかを行いまして、5月24日の定例総会をもって、29年度の決算報告についての承認がされた後と、 この日をもって解散するということが確認をされたところでございます。生産の状況としましては、あの在庫商品については、一部の商品が商品期限切れということで、処分とはなりましたが、他の商品につきましてはすべて完売できたという状況でございます。この今後ということでございますけれども、この協議会で今まで取り扱いをしてきました、 使用区商品につきましては、今までも加工に携わってきました山形県の株式会社、フードプランニングが、協議会の事務所でありました商工会2階の事務所を借りまして、高知営業所、彩りーチという会社を立ち上げまして、使用区の商品について、この彩りーチが直営で製造・販売をすることを予定をしております。近く この会社の方が、市の農協県園芸連と取扱い量について、打ち合わせを行うと聞いておりますので、市としましても、その動向に注意して,いきしていきたいというふうに考えております、でまあ、その後の,、まあ、のブラッシュアップというところでございますけれども、まずこの生産をきちっとつけるという段階の作業を進めておりますので、またそこのブラッシュアップのところ。 までは至ってないというのが現状でございます以上です前田議員まあ結果として市としては見守るということをしていくということで理解をいたしましたえこの29年度の報告の中で地域特産品開発事業についてコメント欄にですね事業利用者が拡大し販路開拓拡大事業の件数が伸びていると書かれていますが これは件数が伸びているだけで、実際に市民に見える形にはなっていないのではないでしょうか。つまり、市民が通常買いに行く場所に商品が並んでいないと思いますが、もちろん数も大切ですが、特産品の育成支援では、質も大切だと思います。この点お伺いいたたします商工観光課長、えー、開発された特産品には 様々な種類のものもがあります、えー、ヤギミルクやゆず卵のドーナツ、マドレーヌなどのように量販店を中心に販売されるもの、えー、白木谷の乾燥たけのこ、土、え、佐、ー、ニンニク塩のように業務用として飲食店等に卸されるもの、他にもサービスエリアや道の駅など観光客をターゲットに販売されるもの、直販店をメインに販売されるものや、 ネット販売中心のもの、専門店での販売、イベント販売等、商品により販路もさまざまであり、市民の目に触れる状況になっていない商品も多数ありますが、開発者のご努力により、それぞれ商品に合わせた販路の開拓を行うことで、販売数を伸ばしつつある商品もあります。商品のの特徴にに合わせた販路の確保につきききままましてては引き続き支援を行ってまいります前田議員 それぞれ努力されていることは、今の答弁で分かろうとは思いますけれど、あともにも触れますが、例えばふるさと寄付につながるような魅力的な、魅力的な商品開発は、なぜこの期間でできなかったのでしょうか、お伺いいたしましょうこ観光課長。えー 商品開発の支援制度を活用していただいた商品の中でも、売り上げを伸ばしつつあるもの、また、苦戦をしているものなどあります。地域の個人事業主や小規模事業者による特産品開発であり、開発力や生産力など、大手企業の商品開発によにはいかないかとは思いますが、いずれも商品の開発者が思いを持って作り上げた商品であり、魅力的なものがたくさんあります。 支援制度を活用していただいた商品の中にも、ごめんかしゃも鍋セット、鉄釜ハブ茶、ドライフルーツミックスや土佐ニンニク塩とかつおたたきセットなどをはじめ、ふるさと寄付の返礼品としてリストに入れさせていただいている商品がいくつかあり、今後もふるさと寄付の寄付を販路確保の一つの方法として利用していただくことで、少しでも商品の知名度の向上や売り上げ増につなげていただければと考えております。 前田議員ま今後も努力していただきたいと思います次に還元水を活用した生産体制の構築についてお伺いいたしますここでは生鮮野菜に適用される食品の機能性表示制度を活用し農産物に付加価値をつけブランド化を図るため民間企業と連携して還元水を活用し農産物に付加価値を 確立し還元野菜のブランド化をを図るとされておりまますす質問をいたします還元野菜の進捗状況と評価の枠には南国スタイルの次世代型ハウスの還元野菜販売が本格的に始まったので販売額は飛躍的に伸びたがその一方で栽培技術のマニュアル化には至ってないと書かれています。なぜでしょうか 栽培技術のマニュアル化ができないということは他の生産者他の野菜について展開できないということも意味しているのではないでしょうかお伺いいたします農林水産課長ご質問にお答えいたします株式会社南国スタイルでは既存のハウスでの小松菜等の要塞類と平成28年度に整備した次世代ハウスでパプリカとピーマンの 還元水を活用した生産に取り組んでおります販売の状況といたしましては直販所の風車車市で平成29年の12月から風の市で平成30年の2月から還元野菜としての販売を開始しておりますまた日本トリムのユーザー向けの還元野菜セットでの売り上げも含めましてまあ、年間を通した実績ではないものの 平成29年度は240万という目標に対しまして、225万円の売上高となっており、今後の還元野菜としての販売額の向上には期待ができるものと考えております。栽培技術のマニュアル化という目標につきましては、実際の栽培方法の違いというものが、灌水・散水する水道水や井戸水を還元水に切り替えるだけというあまりにも簡単なものであり、 現時点で特別な栽培技術マニュアルとしては作成していないという状況でございますけれども、当初に目標としていたマニュアル化,がマアル化というものが必要かどうかも含めて、目標の見直しを検討していく必要があると考えております。また、県や南国スタイルで行っている実証試験では、冬場のピーマンの育病では、はっきりとした優位さが出たという報告はありますけれども、 まあ他の条件では差が見られなかったなど、まあ、効果に差がございまして、まあ、どのような使用方法で、どのような効果があると実証できたと謳うところまでは至っていないというのが現状ではございます。まあ、しかし、日本取り武者でユーザー向けに販売した還元アサイセットに対してのアンケート結果では、多くの方から食感が良い、えぐみが少ない、シャキシャキしているなど、好評な返信がいただいているそうでございますし、まあ、生産者からは、 収量のアップや生育が早くなるネギの粘りが違うなどの報告もあるとお聞きしております現在のところはあくまでも個人的な感覚の違いに過ぎない部分が多く数字として示せるようなはっきりとした効果が上がっていないことが一般的に展開できていないネックになっている部分かと考えておりますまあ、ただアジア食感などには明らかな違いがあるという意見が多数あり その違いゆえに、還元野菜としての丸ごと高知への出品というのも、近々予定されているということですので、今後の他の野菜への展開、また一般への普及等を含め、地産解消としても期待をできるのではないかなと考えております、以上でございます前田議員。さまざまな事例を出していただきましたが、まあ、これといったものはなかったというふうに思います。 聞きづくい面もございますが本当に還元野菜をプロジェクト事業として名乗るほどの効果は今も見込めると思っているでしょうか還元水に効果があるならば以前に頑張っていた会社の時から効果は出ていたはずであると私は思っておりますこの事業については県のアクションプランにも上がっている項目だと思いますがこの件はどのようなアクションプランの会議の中等で話されているでしょうかお伺いいたします 林水産課長え他の電解水メーカーの事例というお話でございますけれどもそちらにつきましては同様の電解水ではございますが強酸性水を病害虫の防状に活用されていたとのことでございます一方日本トリム社の還元水につきましては弱アルカリ性水による生産性の向上 機能性のの向上などを目目的ととししたもので目指す効果としましては異なるものでございますますた先ほど申し上げました丸ごと工事での販売などによって、まあ、還元野菜ブランドとして、まあ、外商的に大きなシェアが生まれてくる可能性を秘めた取り組みであることは間違いないのではないかと考えておりますので、まあ、今後の実証試験の結果に注視をしながら、まあ、目標等の見直しはもちろん必要かと思いますが プロジェクト視点の支援を継続していく価値というのは十分あるのではないかと考えております。またですね、県のアクションプランというご質問でございますけれども、現在、ま炭酸ガス発生機やその制御機器などの環境整備によるシュールアップを図っていくという次世代農業が県の産業振興計画の中でも特に推進をされているところでございます。 本市におきましても炭酸,ガス炭酸ガス発生器につきましては相当数の導入実績があり普及が図れてきたと言える状況となっておりますけれどもこれらの事業では環境制御に係る新技術として電解水素水発生装置につきましても地域アクションプランで掲げている目標の1つである協力農家を増やす取り組みとしまして事業の補助対象となる機器に含まれております。 ましかし、本市では還元水の導入まで取り組まれた方は他におれなかったというのが現状ではございます。アクションプランの中でも課題といたしまして、その効果についてすべての品目で実証できていないこと、また PR が十分できていないことなど、た、ま、だ、あ、ございますけれども、ノウハウの構築や販売先の拡大などに取り組んでいくこととなっております。まあ、先ほど申し上げた丸ごと工事での還元野生としての販売につきましても、 アクションプランによる販売先の拡大、ブランド化というものを目指した取り組みの一つとしても、支援をするものでございます、以上でございます。前田議員、まああの。全体としてはうまくいってないようですけれど、まあ、大切な価値ある事業ということですので、今後もご努力をしてほしいというふうに思います。次に、直販所の機能強化でございます。 これは南国市内の直販省を機能強化し、生鮮野菜ばかりでなく、加工品の開発、販売を促進することにより、農家の所得向上と同時に、直販所での新たな雇用を促進するとあります。質問に入ります。当地のご当地は、ここ3年、年々売り上げ高が下がっておりますが、この芳しい状況について、どうご認識されているでしょうか、お伺いいたします農林水産課長。 ご質問のご当地市につきましては、旧直販所である光市をリニュー,ニューアルする形で、平成25年度に高知県産業振興推進総合支援事業を活用し、農家所属の向上、地元生産者の農産物出品の拠点となることを目指して開設されたものでございますが、現在の経営状況といたしましては、もう大変厳しいと言わざるを得ません。 南国市にある他の JA の直販所と比較いたしますと規模が小さい大きい道に面していない駐車場が少ないなど立地条件としては決して有利なものではないと思われますしかしより良い店舗作りや生産者から出品される農産物を優先した販売を行い当地地域の農業発展には貢献しておりますまた一方で運営につきましては最小限のコストで運営できるように 必要経費を見直すなど赤字幅の縮小経営改善に向け努力をしております市といたしましても平成30年度の地域アクションプランでもご当地位の売上拡大による農家所得の向上というものを計画に掲げておりますので県とも連携をしながら支援は継続していきたいと考えております以上でございます前田議員 ご当市については、たまに寄らさせていただきますけれど、えー、最近は、えー、春野の,のトマトが中央にドカンとあったりしております、もちろん春野の,のトマトはおいしいわけですけれど、えー、それほどその地域に貢献しているようにはあまり見えません。ご当市にございますパン工房は、一日今、どのぐらい使われ作られているのでしょうか、お伺いいたします農林水産課長。 ご質問のご当地市のパン工房についてでございますけれども、米粉パン事業ということで取り組んでおりましたけれども、米粉ブレンドであったため、原価が高く、まあ、採算が合わなかったこと、またメニュー等についての工夫も売り上げアップまでつながらなかったなどの理由によりまして、平成27年の12月に事業を廃止しております、以上でございます前田議員えと、厳しいことも聞かないといけないんですけれど、 農協は単一農協にこれからなっていくようですがこのご当地は残るんでしょうかお伺いいたします農林水産課長はい、えー。来年の1月から、まあ、県下 1JA と、まあ、体制が変わります、えー、と大型直販所トファの里が高知市にできることもありましてご当、まあ、地一位を含め 今後の各 JA で運営していた直販所の取扱いにつきましては、懸念されるところではございます。ご当地市の現在の経営状況は、決して良好ではございませんけれども、人員体制の見直し、人材育成、設けるための仕組み作りなどを構築し、高知県産業振興アドバイザー制度を導入するなどによって、今後もご当地市を地元の小規模生産者の受け皿になれるような直販所、 として運営を続けていきたいという意向は確認をしております、以上です前田議員。今議会で計上されております、風車市の横に、モーニングをメインにした農家レストランを計画されているということですけれど、これは近くの例えば喫茶店なんかの民業圧迫にはつながらないのでしょうか、お伺いいたします農林水産課長。 ご質問の今回補正予算で補助金として計上しております風車市に隣接した農家レストランでございますけれどもこれは県の単独事業である複合経営拠点施設整備事業を活用いたしまして JA 南国市が直販所と一体的に整備をするというものでございます整備の内容につきましてはこの事業で直販所風車市に隣接した形で農家レストランを整備し合わせて風車市の 加工部門の充実も図ることとしておりますそしてこの農家レストランのコンセプトでございますけれども、まあ、JA 女性部の活動の拠点である食販所と併設することによってその収穫された農産物を活用した地産地消による調理加工品の製造販売そしてレストランでもその生産物を活用したメニューを提供していくというところで、まあ、地元農産物の試食 PR 等もできるなどの相乗効果によって 集客力のの向上を図っていいいくというものでございますまた、出品に来られた生産者に朝食、昼食を提供することで、まあ、生産者同士のコミュニティの場となることも大きい目的の一つとしております。まあ、現在、えー、早朝に出品が集中していることで、まあ、午後になると品数が揃わず、集客効果が上がらないという直販所の課題につきましても、 ま昼食を提供していくことで遅い時間帯での出品量の確保にもつながる可能性も期待しているところです、えー、ご質問の民業圧迫にならないかという点でございますが、まあ、農家カフェといった形でのま朝7時から午後2時までという まあ短い時間での営業でもありますので、また提供されるメニューにつきましても、風車市に出品された農産物を中心とした地産地消メニューの提供ということでもございますので、まあ、影響はないとは言えませんけれども、大きい影響ではないのではないかと考えております、以上です前田議員。のカフェは現在休業中で 今月末に再開と聞きますがどういういい状況でで休んでいた、のでししょうか、えー、続けてまますまたナノカフェをの施設を使って、これもモーニングを提供するレストランのようなものに変えていくらしいのですが、先ほどの家族ぐるま市の横の農家レストランとともに、私は人民業圧迫になると思うんですけれど、なぜここがならないというふうに答えられるのか。 えとよく先ほどの答弁では分からなかったんですけれど、そのえー、2つのモーニングを出す農家レストラン、の農家カフェのようなものを作って、民業圧迫にならないのでしょうか、再度お答えください。農林水産課長、えー、ご質問のナノカフェにつきましては ま平成25年度に、まあ、J ・長岡が高知県産業振興推進総合支援事業を活用いたしまして、まあ、直販所のナノ市に隣接した形で、まあ、一体的に整備をした飲食店ということでございまして、まあ、地産地消とナノ市との連携というのは掲げておりましたけれども、農家レストランという位置づけではございません。また、運営につきましては、まあ、開設当初より株式会社ナノ工房が、まあ、ナノ市とともに運営をしておりました。 しかし、その経営状況が厳しく、運営主体であるナノ工房が、直販所の経営に注力するということで、経営の立て直しを図るということで、収益性が困難であったカフェ部門を、平成30年1月に一時閉店といたしました。しかし、現在、高知県の産業振興アドバイザー制度を活用し、新体制に即した具体的な事業計画、資金繰り計画の見直しを行い、 経営改善に努めていく中で、飲食店の営業につきましても、再開すべく取り組んできたところですけれども、店内のリニューアル等を行い、来月には、今月末はプレーオープンということで、来月頭には地元野菜を中心としたカフェ兼食堂として再開する予定となっております。再開にあたりましては、株式会社ナノ工房とは別の事業者に運営主体を変更し、営業をしていくということになっております。 え補助金を活用して、まあ、あのナノカフェは補助金を活用して、まあ、整備した施設ということでございますけれども、まあ、運営主体といたしましては、民間の事業者でございますので、まあ、ナノイチの、まあ、地元野菜の活用といった、まあ、地産地消というコンセプトは、まあ、外すわけにはいかないというのはもちろんでございますけれども、まあ、一定、採算性を上げていくための、まあ、努力、まあ、収益性を求めるということは必要と思われますので、 まあこ,れはもうこれは民業圧迫にまでは当たらないのではないかなと考えております。また、先ほどのです、ねまあ、JA 南国市の,あの農家レストランにつきましては、あのまあ民業圧迫という面では影響はないとは言えないんですけれども、あくまでも地元のコミュニティ生産者のコミュニティの場であるとか、まあ、女性部の活動の拠点としての位置づけが大きいということで考えております。以上です前田議員 えーまあ、あのこれもまたいろいろご説明していただいたんですけれど、えー、なんかあの本来の設置も目的を簡単に変えてモーニングをメインにするレストランなどを作って私には民間をいじめているというふうにしか思えませんもっと知恵を出して加工品作りの真剣にやるならそこでもっと知恵も出して汗もかかないといけないというふうに思います 地方創生事業は民業を圧迫することではないと思いますので、この点、強く留意を促しておきます。次に、農業基盤整備についてお伺いいたします。これについては昨日、公私新聞にも出ましたが、はい、南国市の大変遅れている農地の基盤整備を、えー、国営補助整備事業を取り入れ、効率的な生産体制を整えることを目的にしております。 私も実は推進員をやっておりますのでこの辺大変危惧をしております改めて話を整理する上で伺います当初調査範囲を20地区642ヘクタールから17地区610ヘクタールと縮小をいたしましたがまず昨年度の3月末での仮同意率と仮同意総面積をお伺いいたします 老林水産課長、はいえー、前田議員さんにおかれましては、稲沼地区の補助整備委員会の委員長といたしましても、仮同意聴取に大変ご尽力をいただきまして、ありがとうございます。えー、国営の補助整備事業につきましては、まあ、昨年度が地区調査の2年目ということでございましたけれども、まあ、昨年の12月から3月までの期間で仮同意聴取を行いました。 その結果、3月末の仮同意の同意率といたしましては88、88%という結果でございました。またその面積につきましては、540ヘクタールとなっております、以上です前田議員。今年度に入って、県庁の職員さんとか市の職員さんで、われわれが同意いただけなかったところを説得に回っていただいておりますが、直近の、直近での 仮同意率と仮同意総面積をお伺いいたしますロリン水産課長、はいえーまあ、4月以降の未同意者の対応につきましては、今あの前田議、前田議員さんがおっしゃられましたように、まあ、それぞれの補助整備委員会のみでなく、 まあ事業についてのご理解をいただくために、まあ、行政がしっかりと説明していくことも重要であるといった面から、まあ、市職員に加え、まあ、県からも指揮盤整備に精通した職員の応援をいただいて、緑、まあ、者を訪問し、説得を続けているという状況でございます。まあ、現在の同意率といたしましては、約92%となっております。また、その面積につきましては、568ヘクタールでございます。 そして95%を超えている地区は、まあ、現在7地区、まあ、90%以上の地区も6地区と、まあ、全17地区中13の地区で9割以上の動揺いただくことができ、まあ、一定可能性が出てきたという感触はございますけれども、5月末での目標としておりました95%には依然届いていないという状況でございます、以上です前田議員。えー、私どももの稲部地区も ほぼ同じような仮同意率ですのでイメージとしてだいたい想像できます私が懸念をしているのは歯抜けになったエリアこれが全て事業範囲から外れますとこれまで仮同意をいただいた中でそうであれば同意する意味がなくなり仮同意を取り消す といった方がひょっと出てくるんじゃないか、ひょっとじゃなくて、これ出てくるんじゃないかと思うんですけれど、そのあたりの対応は現在、どのようにお考えでしょうか、お伺いします農林水産課長、はいえー。事業計画を立てるに、補助整備の事業計画を立てるにあたりましては、その地区の同意の状況というものが、整備構想図をかけるような状態と。 まなっているということが必要となってまいるわけですけれども、まあ、地区として高い同意率となっておりましても、まあ、未同意者の土地がモザイク状となっている場合につきましては、まあ、この部分をま道路、水路で区切ったブロックごとに除外しなければならないという箇所も出てくる可能性がないとは言い切れません。まあ、6月末の結果をもってま判断するとのことでございますので、まあ、現在のところははっきりとした対応策としては申し上げられない状況でございます。 まあしかし、仮同意を徴収している今の段階で、モザイク状とならないよう100、100%の同意率を目指して、粘り強く説得を続けていくしかないと考えております、以上です前田議員。えっと先ほどの答弁の中で、13地区が9割を超えているということであったと思いますが、南国市内の他の調査対象地区で、 仮同意が少ない地区が、まあ、他あると思いますけれどまた極めて低いこともある地区もあるというやら聞いておりますがその地区が全てやめてまた他の地区も先ほど言ったような羽抜けのエリアが反対に回ったりした場合事業目標である KPI 重要業績評価指標である600ヘクタールは 満足できるのでしょうか、お伺いします農林水産課長、はいえー。現在の同意率といたしましては92、92%となっておりますけれども、まあ、現在、17地区の中で90、90%に届いてない地区が、まあ、前田議員、今おっしゃられたように、4地区ございますけれども、まあ、事業への取り組みをやめるということは、念頭になく、まあ、着工を目指して取り組んでいくとお聞きをしております。 しかし、先ほどの質問でも申し上げましたように、現在は多くの地区で御堂医の方の農地が大なり小なり点在している状況であり、100%を達成しない以上は一部除外となる可能性は否定できないという状況でございます。どちららににたしましまてもこれかののの南国市の農業振興のためには 不可欠な事業であると考えておりますし、そして何よりもこれまで多くの地区で9割以上の動揺をいただいて、まあ、期待もされている事業ということでございますので、南国市としてこの事業を諦め,る諦めるという選択肢はございません。着工を目指してやりきる以外はないと考えております。えー、確かに今現在残っている見堂の方につきましては、もう強固に反対をされている方が多数でございますし、 それぞれの地区の補助整備委員会の委員の方々におかれましても仮同意徴収の期間が大変長くなりましてご苦労をおかけしているということも承知はしておりますけれども総合戦略の中で KPI600 ヘクタールということで挙げておりますけれども現在の610ヘクタールから小さな面積の一部除外についてもできる限り減らさないように引き続き事業の着工を目指して 事業へのご理解、ご協力が得られるよう、委員会、市、県の力を結集して、粘り強く説得を続けていく以外にはないと考えております、以上です前田議員えと。着工が1年遅れたことは決定されましたが、この件について、地権者には報告されていない、個別の報告はされていないと思いますけれど、 この報告についての方法とかは協議されたでしょうか、お伺いいたします農林水産課長、えー。ご質問にお答えします、えー、各地区の補助整備委員会に対しましては、まあ、委員会の開催などによりまして、まあ、随時ご報告もしながら、まあ、引き続き仮同意聴取にもあたっていただいておりますので、周知はできているかと思いますが、 一般の地権者の方ということにつきましては、昨日の新聞報道によって、事業について大変不安を感じられた方も多くおられるのではないかと感じております。しかし、現在のところ、今月末の仮同意の結果をもって、どのように判断されるのかということにつきましては、示されているものがなく、お答えができないという状況でございます。予定通りの平成31年度の事業の着工ができなくなった。 とということ以外は、まあ、着工自体の可能性、まあ、一定地域の範囲につきましてもお答えができないというところでございますので、まあ、着工の可能性と一定の方向性が定まった時点での周知がタイミングとしては良いのではないかと考えておりますけれども、まあ、補助整備委員会のご意見もいただきながら、まあ、その方法、時期につきましても検討してまいりたいと考えております、以上です前田議員。 この報告については、地権者にです、ね、誠意ある対応を求めますので、よろしくお願いいたします。次に副市長に伺います。私は以前の議会の質問で、農協の協力は極めて少ないと申し上げ、具体的に協力の中身まで要望しておりましたが、その後、農協の協力はどのようにありましたでしょうか。 私がこの間、農協の広報を見ておりましたが、補助整備に関することは、わずか1行半の文字しかありませんでした。訂正見過ごしなら誤りますけれど、現在の農協の協力についてお伺いいたします。副市長、はいえー。農協の協力についてのご質問にお答えいたします。確かかに前田議員から、えー、農協さんの 協力が少ないよということで、それを受けて、えーかえー、長岡農協の近藤組合長、そして南国市農協の高田組合長、応接にお越しいただいて、えー、確かに仮同意についての招集、えー、が非常に低い、その点についてのご協力も一緒にお願いしたいということでお願いしました、そして農協さん組合長さんは個々にどれだけの、えー、仮同意がもらえてないのか。 反対者のリストまで見せてで見てすねその方にどういう形が取れるかというところで、えー、アドバイスをもらうということで、ご協力をいただけました、そして、前田議員の言われる、目に見える、市民の方に見える協力体制というところでは、一定のお許さんにお任せしたんですが、あまり見えてないのが現実だと思ってます。ただ営農指導員さん等の方にとともに 縁の、えー、計画を作るそちらの辺では、えー、相当力を入れてもらっておりますし、えー、個別に、えー、同意のいただいてない方には各地区で縁の、えー、指導員さんにご協力いただけないかということでもない、えー、かけはしておりますただ現実としてあまり、えー、言われたようにペーパー的な目に見えるものでは、えー、成果が得られてないというのは残念な結果になっているというのは現実だと思っております以上です 前田議員この事業は、えー、農家の所得向上のためにするものであって農家の所得向上というのは農協の事業の柱でもあると思いますわれわれ地区委員は国県市からも100%に近い同意率が求められていると思って動いているわけです改めて副市長にお伺いしますが 南国市として、この事業に対してのこれからどう踏ん張りをしていくのか、お伺いをいたしま午後市長。以前から申し上げております、南国市の農業、これから国営の補助整備を行うことによって、稼げる農業の確立、営農体系の整備、それは大事課題、命題であると思っております。それにはこの前もお答えいたたししましたが 農協がこの国営の補助整備事業とともに動きがなければ、この農協には未来はないよとまでは申し上げた経過があると思います。これからたくさんの次世代クラスター事業と導入しながら、国営の補助整備とリンクして、各南と北で営農計画を作って、それぞれの土地に見合った土地利用計画を作って、営農計画を作って、稼げる農業体系を作る。 このシステムはぜひこの国営の補助整備事業で仕上げていきたいと思っております以上です前田議員柴良太郎は晩年の著書で土地と日本人という対談集がございますが柴良太郎は日本は土地をこういうにしなきゃどうしようもないと思う農業問題も何も解決が 不能だとと思うねと述べられております私も農家でなくこの事業について推進員として市内の方また市外の方で、ね、たくさんお会いしたんですけれど結局はまあ農家でない私が言うのも何,何なんですけれど志を高くまた自分のことだけじゃなくて南国市伝体また日本の農業をどうするかということを 考えてもらわないとこれもどうしようもないもう司馬太郎の言ってる通りになるそれで私4月に実はの中国上海に5日間いたんですけれど中国はまあいいのか悪いのかは別に置いといてもう土地の問題はほぼないわけですよだから土地に関する問題はなく 政府の考えててているる通りになっていってるそれと、高化学スモークもないし、電動バイクが走って、車はほとんどハイブリッド、もう、ああ、もう中国なんかもう完全負けたなと思ってるんですけれど、えー、と言いたいことは、まあ、上海のことじゃないんですが、ここで農家さんの志を見せていただかないと、この事業は、 もうちょっとやばいやないかなと本当に思っておりますので、まあ、私もできる範囲はしますけれどあとあのフォローをぜひよろしくお願いしたいと思います、えー、次に地域コミュニティの強化ここではふるさと寄付金についてお伺いいたしますこの,じこの項目の目的はふるさとへの愛着ふるさと愛の情勢を促しふるさと寄付金を呼びかけると,とともに地元特産品の購入意欲を 意欲を高めるとありますふるさと寄付金の呼びかけは十分でしょうか、ままずお伺いをいをたします財政課長。現状、寄付件数は減少しておりますので、呼びかけ、いわゆる PR は十分ではないというふうに感じております前田議員。 総務省からの通知もあり、今後、より寄付金も少なくなっていくと思いますが、このシートを見ますと、30年度の目標が8000万円で、31年度の目標額は1億5000万円のままでございますが、これは我々はどのように解釈すればよろしいでしょうか、お伺いします財政課長。 ご存知のように総務省の通知によりまして昨年11月から返礼品の割合を寄付金の3割に引き下げておりますこのことによりまして引き下げ前に比べ一定寄付の件数が減少しておりますが今回目標設定にあたりましては、まあ、引き下げ前の返礼品同じ返礼品に対する返礼品 同じであれば、寄付金の額がまあ約1.5倍に上がるということになります。で、30年度につきましては、件数は3割程度下がっても、平成29年度と同額は確保したいということで、8000万円の目標を立てております。で、31年度に向けましては、当然、財政課としても取り組みを強化するということもございます。 でこれによりまして、特産品の充実によりまして、29年度の件数からいくと25、25%増を目指すものでございます。ちなみに、29年度は28年度から比べても、件数的にはかなり半減しておりますので、それを少しでもカバーしたいというふうな考えで、金額的には約1億5000万円というふうにさせていただいております。 前田議員。ま、あのさその目標の設定についてです。けれど、えー、まあ私はですね。あの、まあ、ざっと見て30年度の目標は5000万程度が妥当じゃないかなというふうに思っております。地方創戦略総合戦略に関して、kpi 重要業績評価指標,指標に対する。 真剣さも大切だというふ,うに感じますふるさと寄付金の30年度以降の方針の中に書かれているんですけれど特産品を通して南国市の魅力を発信し南国市の支援者を増やすことによりふるさと寄付につなげていくとありますがこの中にアクションはどこにあるんでしょうか。 えー、私は35年ぐらい前から企業人として、えー、PDC を学び日々改善と戦ってきたわけですけれどその私から見ればこのような PDC への認識では地方創生は相当無理だというふうに今回改めて思いました、えー、再度お聞きしますけれど先ほどの30年度以降の方針の中のこの文言の中の 中でアクションはどれに当たるんでしょうかお伺いいたします財政課長本市には全国的な知名度は低いものの魅力のある特産品が多くありますそうした商品を全国に紹介し販売促進につなげることにより結果として本市のふるさと寄付金につながると考えております 平成26年度にはメロン番号などがマスコミに取り上げられることによりまして、寄付が急増しいたしましたが、近年はそういったこともなく、減少に転じる中で、あくまでも魅力ある特産品の発掘が、これがいわゆる改善、いわゆるアクションというふうに感じております前田議員。えー、PDCA サイクルを回すということは、多分ご認識、また理解できてないと思いますけれど、 例えばこのふるさと寄付金を集めるような事業でありましたら、まあ、閲覧者数とか、まあ、他市町村の動きも見ることができると思うんです。それらを短期間、まあ、例えば3週間ぐらいで見直して作戦を立て商品のラインナップを変えられることができるのなら変えるなどして対策を立てていか,い,い,うういかないといけないというふうに思います。 この小さな改善を続けていく。これが P. D. C. A. サイクルの回し方だと思います。ふるさと寄付金を多く集めているところは必ずそうしていると思います。えっ、ー、と、ここに書かれているのは単なるアニャルレポート。まあ、一年間の総括ですね。単なるアニャルレポートであって。上枠にある P. D. C. A. の意味が、えっ、ー、と、私にはわかりません。 で先ほども言いましたようにすべ、まあ、ての項目そうなんですけれどプラン、ドゥ、チェック、アクションというのが見えてこないんですだから先ほど来ずっと言ってるように答弁のご説明は分かるんですけれどこれがすべての PCA サイクルに、えー、回ってないなぜか。 データ収集と解析をしてないしその問題点である要因分析もされてないつまり PDCA サイクルを回すための QC7 つ道具なんかも使っておられないと思うんですまあその企業人と市役所の職員の方ではまあいろいろ違うやり方で違う面はあるかもしれないんですけれどここで PDCA サイクル といいううふうに書かれれているのであれば先ほど言いましたようにデータ収集解析もしてなぜダメだったのかの要因分析もしてそれでチェックの次にはすぐアクションじゃなくてもう一回 DDo に返してそれで再度チェックをして最終的にアクションにつなげるこれが PDCA サイクルです。 まあもうちょっと勉強していただきたいというふうに思いますまあ、ちょっともうちょっと聞こうかなと思いましたけど、えー、やめます次新たな集落活動センターの設立についてお伺いしますここでは新たな集落活動センターの設立に向け県と連携を図りながら地域の実情と特性を生かした組織の確立を目指して地域住民と共同して取り組むと書かれております 新たな集落活動センターの設置には少なくても1年はかかると思いますが、その見込みはあるのでしょうか、担当課長にお伺いいたします木川課長集落活動センターにつきましては、長岡西部地区に平成28年7月から集落支援員を配置をしておりまして、 地域内での活動の連携、協力体制の確立を目的としまして、地元の青年団を中心として、民生委員、各集落代表、婦人会等が加わりまして、連携協議会の立ち上げの合意がされたところでございます。長岡西部地区では、子ども会の交流レクエーションの新規開催でありますとか、集会所単位での炊き出し訓練を、合同防災訓練プログラムとして統合して実施するなど、 多世代間の交流、集会所間また集会所と自主防災組織間の連携が進んでおるところでございます。今後は健康体操に加えまして、さらの実施も検討をしておるところです。これからこの連携協議会におきまして、活動計画、また資金計画等について話し合いがされることになっておりますので、市としましても集落活動センターの設立を 視野に入れましてこれからも考えていきたいと考えておりますまたあの中山間地域につきましても引き続き住民の意向を聞きながらですね設立に向けて可能性を探っていきたいと考えております以上でございます前田議員はいぜひ頑張っていただきたいと思います先週の NHK の合点で 非常に興味深い内容をやっておりました。それは「人と人のつながりにより健康維持ができる」という内容の放送でございました。そこでは健康寿命を伸ばすために最も効果的とされるのは「禁煙よりも運動よりも肥満解消よりも人とのつながりをつくることが大切だ」と言われ 人とのつながりが少ないことは心臓病、認知症、筋力低下を引き起こし結果として早死にのリスクが50%高まるというアメリカの調査結果が発表されるなど体の衰えを加速させる最大の要因ということが分かってきたそうです。イギリスでは今年度1月に、 孤独担当大臣も誕生されて国を挙げて対策に乗り出したということです。もちろん体操などをすることは大切なんですけれどそれよりももっと大切なのは人とのつながりの場をつくることです。健康の社会的決定要因を探求する社会疫学。 社会疫学によって多くの研究がされておりますけれどこれは長野県県や静岡県でもほぼ同じことが言われておりますそれでまあ企画課長にはずっと前からもお願いしているんですけれどそういったやっぱり集落活動センターをその何て言うんですか、まあ、県の方いないので言いますけれどその特産品開発とかそういうのではなくて。 もっとですね、その敷居の低い単なる人の集まる場でいいと思うんですよいいんですだから僕はいいと言ってるんじゃなくてアメリカの研究結果も出てるし静岡長野でも同じことが言われてるわけなんですだから人と人のつながりを作る場でいいんですこれは将来予測されている南海トラフ地震でも同じことです この間、琵琶湖祭りで六年生の、その人、未来。防災センターの、あの報告がありましたけれど。普段から仲良くしていこうということが大切らしいです。だから、その、いろいろな項目を。作るということよりも。人と人がつながる場。を作れば。それでいいんです。だから、あとは市民に考えてもらえればいいし。 また考えるる場を作では最近よく言われてるのはその市役所は従来そのサービスプロバイダーであったというふうに思うんですけれどこれからはその行政の職員さんに求められるのは、えー、プラットフォームビルダーにならないといけないというふうに言われてるということはよく聞きます。プラットフォーームビルダーというのはその プラットフォーームででですすから集まるるる場をを作作ビルダーですので作ることとしないといけないいいけだからその繰り返しますけれど集落活動センターの立ち上げでいろんなことをやらないということをいけないというふうに住民の人も多分考えてると思うんですけれど実はそんなにいろんなことをやる必要はなくて主婦に1回ぐらい集まって あのおばさん最近どうしようというようなレベルでいいと思うんです。だからその病院のサロン化、病院でのサロンはまさにそんな話をしているわけで、病院のサロン化じゃなくて公民館とか集会所のサロン化をする。だからその新たな加工品場を作る必要は僕はない。 僕はないと思っておるわけですそれと最終的に市民住民の方のセーフティーネットを作るのは補助金でも何でもなくてより良い人間関係を作るのが究極のセーフティーネットだと思うんです。だからそれをすればいいと思いますので。 あまりその大それた企画は必要まあ何回も言いますけど必要なくてもうちょっとこうそれは繰り返しますけれど多くの社会疫学の中ですでに出てる結果 であるし静岡県とか長野県でも出てることですので、まあ、あの最後になりますけれど今回地方創生の報告書を見せていただいていろいろ文句も言いましたけれど、まあ、もう少しですねもう少し知恵を出して汗をかいてもらって取り組んでいただけたらというふうに お願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。